宮沢博之は、日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員。報道等においては、宮沢博之、選挙運動等においては、宮沢博之と表記されることもある。防衛大臣政務官兼内閣府大臣政務官、静岡県岩田市議会議員、静岡県岩田市議会総務委員長、自民党静岡県連青年部長などを歴任した。 衆議院では、原子力問題調査特別委員会理事、国土交通委員会、法務委員会各委員に、自由民主党では、政務調査会経済産業部会、国防部会各副部会長、運輸、交通関係団体委員会副委員長、国家戦略本部主査、青年局次長に就任している。静岡県岩田郡立山村に生まれる。立山村立立山北小学校、 達山村立流山中学校を経て、1993年、静岡県立岩田南高等学校を卒業。東京大学に進学し、1997年、同大学法学部卒業。その後は、レストランの厨房、貿易会社の営業、塾講師、工場の派遣社員等、多様な職種を経験した。小学校では、賛道を徒歩で1時間かけて通学していた。 中学生の時に自宅に保管されていた戦没者の遺品を見て国を守りたいと思ったのがきっかけで政治の道を志したとされている。高校では創立70周年記念式典を挙行するにあたり生徒会長を務めた。中学校在学時から剣道を習い始め、後に五段を取得。2013年度から岩田剣道連盟副会長を務めている。 他に合同を4段を取得している。2003年の岩田市議会議員選挙に立候補し、初当選を果たした。以降は、2008年度に、岩田市議会総務委員長、同年度及び2009年度に自由民主党、静岡県連青年部長を歴任し、連続3期務め上げたが、2012年2月に、岩田市議会議員を辞職した。同年12月の、 第46回衆議院議員総選挙にて、静岡県第3区に自由民主党から出馬、民主党前職の小山信弘らを破り初当選を果たした。当選後は、自民党の頭髪の薄い新人議員を集めて、日本を明るくする会を結成し、幹事長に就任した。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙で、民主党、維新の党との連携。 一本化候補として擁立された現職の小山を破り再選。2015年5月21日、衆議院、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会の委員に選任されている。2016年8月5日、第三次安倍第二次改造内閣で防衛大臣政務官兼内閣府大臣政務官に就任。 2017年8月まで勤めた。2017年の第48回衆議院議員総選挙で無所属の小山希望の投稿人の鈴木望村を破り参戦。ありがとうございます。